宝くじっていうのを前も僕この放送で話したと思うんですけども、運試しというふうにして買う人もいるんですよね。で、合理主義理性主義だけで考えると運試しっていう考え方も変なんですよ。宝くじを買うとか競馬に行くとかパチンコをするっていうのは全てお金を失うだけの行為であるというふうに合理主義では言えるんですね。でも合理主義だけで言っちゃうんだったら、セックスの約束がある、あらかじめ確定できない女相手に飯をおごるのはどうしたもんかという話になっちゃうわけですよ。そこら辺の揺らぎで僕らの社会というのはできてるわけですし、僕らも徹底的に合理では生きてない。もし合理だけで生きてるんだったらば、お賽銭とかですね、1年の年賀参り行くときに別にお金なんか一つも投げなくてもいいわけですよ。僕もなんか20歳ぐらいの時には自分が無理して合理的であろうというふうに思ってたので、1月1日に神社に行ってお賽銭を振り込まずに、俺は振り込まない、俺は合理的な男だと思って帰ってきたんですけども、よくよく考えてみたら合理的な男が神社行くはずがないんですよ。神社行ってる時点で非合理なんですよ。お正月だから神社行こうというところで非合理なんです。で、それに気がついてから今度はこう5円だけ投げて、まあ、5円がありますようにみたいなもんで、最低限のコストで、まあ、1円でも5円でもいいですよ、最低限のコストで俺は一応、初詣というイベントを楽しんで合理的だ、俺はリーズナブルだっていうふうに思ったんですけど、これもですね、よくよく考えてみれば、いや、リーズナブルだって言い出したらやっぱり行かなきゃいいわけでですね、さっき の3万円のお寿司と同じですよね。それなんだろう、どれぐらいそれが自分が面白みっていうのを見出してるのかとか、あとディズニーランドに行ってですね、ミッキー見て、なんか着ぐるみじゃんって言ってるやつとミッキーって言ってる人とか、どっちが楽しんでるのかってことになるわけですね。リーズナブルって言い出すんだったら、ディズニーランドに入った時点でミッキーこっち見てくれた、すごいとか嬉しいとかって言ってる方が、払ってるお金以上の楽しみっていうのを引き出してるから、その方が頭がいいわけです。頭がいい悪いだけで言うとミッキーって言ってる方が頭がいい。でも僕らの中の変な合理主義とか変な理性主義は、まあ俺はミッキーとか信じてないんだけどね、ネズミランドかみたいなことをまるで頭がいいみたいに思っちゃうわけですよ。そんなことはないと思うんだね。で、なので話がぐーっと戻るけれども、まあお正月にですね、神社行くぐらいだったら賽銭はそれなりの金額、自分が納得できるだけの金額を放り込むのがいいと思うし、それが神社の人にどういうふうに使われようがっていうのを考えない。僕らも別にディズニーランドので自分が払ったお金がオリエンタルランドの社員の手元に行ってみたいなこと別に考えないじゃないですか。だからそこら辺考えなくても僕はいいと思うんですけども。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。